おはようございます。草加塾の久保です。朝のウォーキングから久々にねライブ放送をお届けするんですけども、草加塾の塾生さんには中国大陸にねお住まいの方も塾生さんとしていらっしゃるんですね。で今武漢のコロナウイルスのこといろいろありますんで、その方の感想も入ってますんで、どういうことなのかわからないんですけども、情報として送られてきたのは昨日だったか一昨日だったか、武漢は完全に外出禁止令が出たそうです。国からです。で外出したら逮捕ということで、放送があって、で誰も出れないみたいです。家からも出れないし、マンションからも出れないし、ベランダで隣の人と会話するのも禁止、ゴミを捨てるのはいいけども立ち話は禁止で、食品買い物などは通販を利用する、もしくは電話注文してくださいということなんですよね。で食品がむちゃくちゃ高いということになってきました。と魚はないと。でお肉も生肉とかはなくって、ウインナーとか加工肉はあるんだけども、とにかく高いということでね。で野菜は新鮮なものがもうないということなんですよ。で外出禁止 で道路も使われてません。で北京も似たような状況になってるそうです。ちょっと前までは一つの世帯ね、家族に対して2日に1回誰か1人だけは外出していいってことになってたんですけども、それもなくなって完全外出禁止で、ものすごく不安な日々を送ってるらしいんですよ。でやっぱ日本はすごくいいよねっていうふうにその方は私の方にね送ってくださいました。どこを見てねどういうふうに言ってるのかとか、その裏付けはどうなのかって言ったら分かりません。ただそういう連絡メールがあって、それを私は私の感じるままにこうやって話してるってことなんですよ。でここでね、なんて言いますかね、ある方も言われてたんですけども、戦場のピアニストっていう映画を思い出したというふうなねことを言われてる方もいました。で戦場のピアニストってのはどういうことかっていうと、ユダヤ人がどんどん迫害されていって、買い物しちゃダメですよとか、映画館に入っちゃダメですよとか、バスを使わないでくださいねって、だんだん自由が制限されていって、最後ね国を追われて迫害されたということだったんですけども、あれに似てるんじゃないかなと。武漢ってのは1500万人ぐらい、1100万人から近くの都市入れると1500万人いるそうなんですけども、その中で全然ね武漢熱が抑えられていなくって、むしろどんどんひどくなっているということなんですよ。で今日本にはプリンセスダイヤモンドっていうのがありますけども、だいたいその陽性になった人が10人に1人ぐらいの割合だっていうふうに、報道されてるんですけどね、大体ですよ。でその割合で武漢を測ると、武漢1500万人のうち150万人が感染しているって考えることもできるんではないかなっていうふうに、言われてましたと。なんかすごい怖いなと思うんですよ。で日本の意識はまだまだ低いというふうに感じているみたいですけども、確かにそうかもしれないなと。でとにかくね、中国はものすごく物価が上がってしまったと。もうすでに中国から輸入したもので安いものはないということなんですよ。で世界の企業も中国の事業を避けてですね、台湾に工場を移したりとか、東南アジアに工場をシフトしたりとかして、どんどん手を引いていってるんで、ずっと今まで中国は世界第2の経済大国、アメリカに追いつきを及こせ、で日本をもう追い抜いたぞってやってきたんだけども、どうもねここに来て武漢熱一つ、ウイルス一つ対処できなくって、そのほころびは出ていて、全ての事業やイベントや集会を中止していくぐらい弱っているんではないかなと。中国経済の凋落が一気に始まったんではないかなって分析する方もいるんですよね。で党大会っていうのが年に1回あるんですけども、これすら中止してるんですよ。で習近平国家主席っていうのは本当にね、ものすごく強力な方で、習近平国家主席は何を置いても行動する方と、決めたことは全部やる方だから、党大会もやろうって言えばできるんですけども、周りの人の反対もあってできなくなったってことで、習近平国家主席の牽引力も落ちてるんじゃないかなと。だからどうしても日本に国賓として迎えてもらって、その権威を復活させたいってところがあるようです。それから軍事活動ももっともっと派手にしていって、それこそですね、周りの国から略奪しないとやっていけないみたいな状態になってるんではないかなというふうにその方は言われてましたね。で私には判断がつきませんので、私の感想ってのは今のところないんですけども、もしかしたら日本も同じようになっていくのかなとかね、今回の検事総長黒川氏の強引なね、やり取りとか、それから数年前ですけども共謀罪というのがあって、10人以上集まったら逮捕できるっていう法律があるの皆さん知ってますかね。そんなコンサートに行ったら10人以上集まるじゃないですか。で法律の解釈としては一般人には適用されないっていうふうに言ってますけども、一般人の定義っていうのがまたね分からないわけですよ。
今回の黒川検事の人事に関しましても、あの法務省として定義を変えて解釈を変えて適用してるんですよ。で法律ってその時々の担当者やそれから政権によって解釈が変わるようだったら全然機能しないんですよね。誰がいつの時代どういうふうに見ても同じように運用されるから法律なわけであって、それがねいちいち変わっちゃうとおちおち怖くて暮らしていけないですよね。で総じて言うと中国ってのはあの憲法の上に党があるんですよね。共産党があると。日本はもしかしたら憲法の上に自民党になってしまったんじゃないかなというふうなね、そんな恐怖もあります。皆さん食料の備蓄、水の備蓄始めた方がいいですよ。マスクどころではないかもしれません。